博士、修理の方はどうですか？うん、こっちはもう完成じゃ。あと10分ほどでバッテリーのチャージも終わるじゃろう。博士、これは一体何だと思いますか？うん、これ、あ、そうか。これが隕石から出ていたエネルギー反応の正体なのか。しかしこんなものは初めて見た。どのような仕掛けでこれほど強烈なエネルギーが作れるかは不明じゃが、とにかくこんなものをワイリーが持っているとなると危険じゃ。早く回収せねば。しかしワイリーは一体どこに？うん、もしかしたらまだ別のエネルギー反応が出ているかもしれん。レーダー室でトレースし直してみよう。ワイリーがまだ持っている可能性があるからな。まだ生きていたのか。これはロックマン、急いで追ってくれ。あのロボットの正体がわからない以上放っておくのは危険だ。はい、行くぞラッシュ。
あそこか。見えたぞ。よくここまで来れたな、ロックマン。しかし残念じゃが、もうお別れのようじゃな。まあ、あの世からわしの地球征服達成でも祝ってくれ。さらばじゃ。大丈夫か？君は？私の名はディオ。私はこの宇宙から悪のエネルギーを絶滅させるために生まれてきたものだ。それはあの時と同じ。そう、これはこの惑星の言葉で言うと悪のエネルギー。今まで調べていて分かったが、エネルギー本体を手に入れたのはかなりの悪の心を持つ人物だな。これは悪の心を吸収して分身を作る。ここまで強力で、しかも大量に増えていると。急いで止めないと、この惑星は悪のエネルギーで覆われてしまう。あのタワーにエネルギーの存在を感じる。しかし、あそこに行くためにはバリアが邪魔だ。私は一足先に地上に残ったエネルギーを探し始末する。君は地上にあるエネルギーの供給の源を破壊してくれ。わかった。行くぞラッシュ。アクアマンのご用